私たちは、安倍元首相の国葬やめてほしい、国葬なんて反対ですということで、今日、こちら立会の皆さんにお伝えしたく、今集まって立っています。この辺の、近所の人が多いかと思うんですけど、市民の有志でなんとか安倍元首相の国葬をやめてほしいということで、今日こちら立会にやってまいりました。はい、どうもこんにちは、はい、国葬反対ってことでね、今日は、ここの立川で、スタンディングさせていただきたいと思いますけどね、いや本当にね、国葬とんでもないですね、本当ね、そのやるっつってね、案の定大反発食らって、こんなこと言わなきゃよかったっていうようなね、そういう状況になってると思うんですけどね、もうみんなね、かなり多くの人がね、嫌がってるっていうかね、当たり前ですけどね、まずもってね、国葬っていうのは何なのかわけわかんないし、それでもってね、その安倍の国葬なんてね、本当とんでもないですよね。もう腹当たりにえくり返るっていうかね、一番我々の敵っていうかね、庶民の敵っていうかね、あんな悪いやついないですからね、本当ね、どんだけ格差広げてね、どんだけ戦争への道を近づけたんだっていうね、本当に悪いやつですからね、騙されちゃいけませんよ、本当、嘘ばっかり言ってね、国会での虚偽答弁だっけ、あれね、嘘言ったの100何回とかね、もう言われてますからね、嘘ばっかり言ってね、あとせこいですからね、あの 森友問題のあれとかね、桜を見る会とかね、あの税金でね、自分の友達をね、買収してるって、票を買収してね、あの接待してるってね、とんでもないやつですね、本当ね。そしてなんといってもね、戦争への道をね、やたらとね、もう改憲ね、集団的自衛権からね、共謀罪からね、特定秘密保護法からね、もう戦争したくてしょうがない、それで武器輸出ね、こういうのもね、可能にしてきましたからね、とんでもないですよね、武器輸出ね、でやめた後も本省むき出しでね、なんすか、軍事費を、2倍にするとかね、あとあれです、核シェアリングとかね、もう驚きますよね、とにかくね、あいつのね、やってきたことはね、本当めちゃくちゃっていうかね、もう嘘ばっかりでゴリ押しでね、どんだけね、この社会の雰囲気をね、悪くしたか、もう何やったこれやったっていうだけじゃなくてね、相当こうなんかね、この世の中の雰囲気をね、嫌なものにね、してきましたよ、あいつは、だからそれはね、やっぱりそんなやつのね、国葬なんて、国葬みんな、なんでこっちまでね、そんな追悼しなきゃいけないんだってね、とんでもないですよね、それも勝手に決めてね、強制みたいなもんですからね、国葬ってね、とんでもないですよ、もう嫌で嫌でしょうがないですよね、そんなのはね、本当反対の声を上げざるを得ない、もう当たり前すぎるけどね、もう腹痛が煮えくり返りますよね、本当にね、こんなことね、許しちゃダメですよ、もう声を上げざるを得ないね、ふざけんなって感じですよね、今ね、彼がね、その山上容疑者にね、その射殺されて、そこからね、こういう、私も驚きましたけどね、それで、その統一教会問題っていうのはね、明るみになって今大騒ぎになってるわけですけど、統一教会ってね、昔霊感商法とかでね、話題になったところですけどね、それが
まあ私もね、あのずっと話聞いてなかったから、あのてっきりもうなんかあんまり活動とかしてなかったのかなと思ったら、あの名前を変えてやってたっていうね。まあそれもね、またねこれね、あの自民党のやつがねそうやってね、あの OK 出してたっていうね、とんでもない話がねどんどん明るみになってね。でまああの山上容疑者っていうのもね、あの人生っていうのがね、いろんな今明らかになってね来てますけどね、まあ壮絶な悲劇っていうかね、大変な、驚きますよね本当ね、うん、お母さんがねハマっちゃってね、うん、それでお兄さんがね、自殺しちゃったんですよね、もうお金全部ね持ってかれちゃってね、大変なことになってね。それでまあ本当はね統一教会のトップの、なんだっけ、パクチャか、ね、狙ってたけど、それ安倍になったってね。でも安倍もやっぱりこうやって最近こうやって追及していってると、すごい統一教会と自民党の関係ってことでいうと、まあやっぱ安倍がキーパーソンなんですね、あれね、うん、あいつがねいろいろ萩生田とかにこう、まあ、萩生田も話題になってますけどね、あの八王子のね、いろんなやつに票の割り振りみたいな感じでねやってるっていうキーパーソンでね、それどころかね、こう安倍のじいさんね、なんすか、岸信介、あれが相当ね密接だったっていうか、まあその統一教会でね、そのなんだっけ、勝共連合っていうその政治グループ作って、そのまあ共産主義に対してねこう反共で活動してたみたいですけど、まあそういう統一教会勝共連合をね強く支援してたのがあれですよ、あの岸信介でしょ、それから笹川良一ね、それから児玉義雄、すごいね、このすごいトリオっていうかね、すごいもう極悪ですからね、これシャレになってないですよね、うん、そういうね闇の部分がね浮かび上がってきたっていうね、うん、そういうとんでもないやつですね、そういうもうおじいさんのこと尊敬してますからね安倍はね、その直結したね、うん、もう日本の軍国主義とかね、もう戦争とかね反省しないですからね、うん、そういうね悪いやつはね、国葬なんて言ってる場合じゃないですよ、本当最悪ですよあいつ、うん、いや、まあ国葬反対ってことでね、いろいろじゃあ、まあみんなで、話を、していきましょう、国葬反対していきましょう、本当こんなの許しちゃいけないですよ、ふざけんなって感じでね、国葬反対、はい、私も発言させていただきます。国葬に大反対です。こんだけの税金、今 26.5 兆円とか言ってますが、まだ膨らむかもしれませんしね、最初は 2.5 兆円とか言ってましたね、オリンピックと同じようにまたどんどん膨らむんじゃないかなと思うんですが、困窮者とか、まあ、今お話の旧統一教会関連の被害を受けてる方とか、いろいろ方本当に生活に苦しんでると思うんですね。正規労働者の方々も、今の若い世代の方特にみんな生活に苦しんでいる方も多いと思うんですよ。そういう方々にこういう国葬の税金を使ったらどうかと思うんです。それを内閣決議で決めたからいいんだとか、そういう話で、それで国としてとか、安倍首相に対する評価、今先ほどの方の発言もありましたけど、本当にまあいろいろなひどい疑惑がたくさんありますよね。国会での虚偽答弁118回、国会でですよ、自分がいろいろ説明を問われて、いい加減なごまかしで118回も国民の代表した議員が質問したのにごまかしをして、そのごまかしのために行政の財務省ですか、文書改ざん、もう一生懸命書き直しとかそういうのをさせられて、本当は官僚のする仕事じゃないでしょう、そういう嘘偽りので、両親に苛まれた赤木俊夫さんが自殺をしました。本当に悲しむべきことです。
同僚の方はテレビの報道で言ってました。悲しんで赤木さんの個人の尊厳を守りますと。ところが今の財務省の対応、政府のやり方どうでしょう。全然十分な説明はしてません。赤木さんのもっと説明しろという声には、質問には、要求には全く答えてません。それどころか何億ですか、巨額な税金使って裁判これで終わりにしましょうと。結局事実解明ができないようにまたここも税金使ってるんですよね。安倍首相のために、安倍元首相がやったことのためにどれだけ国民の血税が使われたか。森友もそうですよ、8億円の値引きをしてですね、9億何千万を8億円もですよ、値引きしましてね、それ 森友のお友達だということで、あと安倍幸男さんが、安倍昭恵さんが理事長になる、そして理事長は安倍昭恵さんで、とってもいいって言ってますこの森友学園、なんていうことを言われた、そういう財務省とかそういうところがすぐ忖度してですね、8億円も適当にごまかして相談して値引きしてしまった。こういうことを皆さんも忘れないでほしいと思いますね。加計学園もそうです、お友達です、もう優遇してあれもかなりの金額だと思うんですよ。どのぐらいですか、トップの優遇制度とかそういうのを考えれば。それでそういういろいろな外部業者なんかのことも含めれば、渦漏れてる外部業者、そういう撤去費用の撤去に携わった事業者とかね、そう大沢の業者とかそういうことも含めればかなりのそういう、なんですか、ひどいやり方が、そういうお仲間たちで仕事を割り分けてやってきたわけですよ。本当はたくさん言いたかったんですが、まあ統一、教会問題で言えば、1327億円も被害者、霊感商法で、絞り上げた、それを北朝鮮とかアメリカにまで資金を流してた、そういうことはもう報道で流されています。そういった旧統一関係にですね、祝福のメッセージとか出してですね、それが安倍首相ですよ、で選挙の時の組織票を振り分けてたと、自民党の候補者に。あんだけ人権問題で北朝鮮とかそういうことを言ってたものが、その北朝鮮の誰だろう、キム政権ですよ、キム・イルソン、そういうところに金を流している、そういうところにですね協力してですね、広告塔になってやってたということは、もっともっと実態解明しなきゃいけないことだと思います。本当はたくさん言いたいことあるんですが、話していただきます。国葬は反対です。それも国として、国民として、これをこの弔意を表すということは、個人としてはそれはこういう暴力に訴えて何かそういう人を殺害するということは決して私は許されないと思います。はい、ですが国葬には反対していきたいと思います。立ち会の皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。私は2011年にちょっと体の状態が悪くなり、まあ、いわゆる腎不全ってやつにかかり、そこから身体障害者になったことが理由で生活保護を受けるようになりました。当初は生活保護というのは、まあ、とても便利なものでいいなと思ってたのですが、安倍首相が、元総理が、確か2012年でしたね、総選挙の自分の演説の中で、まあ、最低1割 の生活保護費をカットするという
とても恐ろしい策を宣言して、実際総理になったらそれを実行してしまうということがありました。これは私多分あまりそういう経験はないんですけど、多分日本で初めてそういうことを行った元総理ではなかろうかと思うので、これは本当に史上最大とも言えるような悪策ですね。いまだにそのお金でですね、まあ、一人物の家庭で1割、母子家庭もしくは、4、5人の家庭の方にの話によると、2割ないし3割削減されたままで、この物価高にもかかわらず、いまだに、上げられていない、ずっと下がったままで、本当に苦しい思いをさせられているんです。こんな苦しい思いにさせたのは、まさにこの亡くなった安倍元総理のおかげですよ。こんな人をですね、国葬なんていう、馬鹿げたことをしてですね、やる必要なんていうのは、全くありえないと思います。それと、あとですね、この元総理はですね、確か口では北方領土を元に戻す、まあ何頭だったか忘れましたね、元に戻すとか、あるいは私の在任中に、北朝鮮拉致被害者を元に返すとか、口ではそういうことを言っておりましたが、申し訳ないんですけど、全然元戻ってませんよね。これもまたひどい話で、つまり口ではいいことを言いながら、全くひどいことばっかりして、何の役にも立ってない元総理ですよ。こんなの人をですね、国葬するわけには私は許せないと思います。ぜひ皆さん、この国葬に反対してください。よろしくお願いします。立川駅前ご通行中の皆様、こんにちは。私は、国っていうのは政府と国民でできていて、まあ、私は佐賀のしがない一国民ですが、その宗教行事にあたるような葬式っていうものを国がやるっていうことに、これ完全憲法違反じゃないのかなって思うし、大体人の 死とかを弔う気持ちっていうのは人それぞれであって、それを私は国民で、その国家の一部だけども、それを政府が主導して国としてなんか全体主義みたいにみんなで弔意を示せっていうこと、まあ嘘は言わなくても、まあ、実際にはそういうことになるわけで、まあ、全くもって反対ですし、その何ですか、まあ、今朝エリザベス女王もお亡くなりになりましたけど、その国家元首だろうが元総理だろうが、その国のトップみたいな一個人をその葬式弔ってる場合じゃないでしょ。今戦争やってんだから、いろんな人が死んでるし、日本だっていろんな何ですか、貧困で亡くなる人とか、僕の友達もこの間栄養失調みたいな感じでずっと活動してきた友達亡くなりましたけど、そのなんか方向としておかしな方向に行ってるんじゃないかっていう時にね、やっぱり国民としても正しい政府を選ばなかったらこのままずるずる行くんですよ。だから3年後また選挙ありますけど、その時まで覚えておいて、ちゃんとまともな政府を選びましょうよ。そのまともな国として、その国民の一人として、恥ずかしくないんですか。もう国民辞めたいぐらいですよ。どうやったら辞められるんですか。これ暴力じゃないですか、国による。まあ、とにかく安倍さんがやってたことは基本的には軍拡とか、そういう個人の権利を限定したりとかね、国際的なそういう、まあ今戦争になってますけど、そういう風になった道のりを作ってきたっていう、そういう責任があると思うし、それをみんなで弔えないの分かってるんだから、やっぱ反対の声を上げましょうよ。それで3年後にちゃんとまた新しく選挙やるときにね、正しいっていうか、我々ももっと声を上げてね、そういう自分たちの政府を選んでいきましょうよ。そうしないと今ここで生きてて何が楽しいんですか。皆さんこうやってやってて、国の思い通りのその駒でいいんですか。とにかく国葬反対、僕はね、ありとあらゆる国葬に反対だけど、今日は会の趣旨としては安倍晋三の国葬に反対ってことで、まあさっきも皆さんおっしゃってましたけど、安倍がやってたのは自分たちのファミリーとか親族
それの、あれを肥やしただけじゃないですか。結局朝鮮戦争の、その朝鮮特需の続きをずっとやって最後まで絞り取って、それで国としてそれを弔っちゃうのはまずいんじゃないですか。まあ、これからもいろいろ声を上げていきたいし、勉強していろいろ隠されたこう真実というか、国の言いにならないように、やっぱり国民として政府をちゃんと監視していく、まあ、責任というか義務みたいなものが僕はあると思うんで、この今回この国葬には反対の意思を表示しに来ました。以上です。ありがとうございます。立川の皆さん、私たちは、安倍の国葬に反対だということで、もうやめてください、中止にしろと、そういうことで同じ気持ちで、でも理由はみんなそれぞれだと思うので、今ここでプラカードとかお話とかで、なぜ、安倍の国葬に反対するのかっていうことをアピールさせてもらっております。次の方、じゃあ歌を歌っていただきます。はい、こんにちは、私たちは国葬に反対しています。で、国葬いろんな問題がありますが、予備費から2億5000万、葬儀の費用だけで2億5000万、支出されます、税金からです。で、他にも警備費用ですとか、海外から の要人の滞在費が、支出されて合計16億ぐらいかかると言われてますけど、これ2億5000万、葬儀費用、これ何がいけないかというと、予備費という予算の枠から出されているんです。これ何、どういう時に普段使っているかというと、災害なんかが起きた時に、要するに国会の議決を経ずに内閣の判断だけで使うことができるお金と、これ災害なんかが起きた時に要するに国会で支出を決めていると時間がかかっちゃうから、迅速に使うための、国民の生活に関わるお金なんですね。そういうお金を使って国会で、もともと法的根拠がないんです、そう、国葬というのは。それを国会の審議も経ずに内閣だけで決めるために、こういう内閣だけで使えるお金を使って葬儀をしようと、これはけしからんということで、ちょっと替え歌を、怒りを込めて替え歌を作ってきました。郷ひろみさんの2億4000万の瞳の替え歌で、2億5000万の国葬です。国を揺るがす大問題になっているのに、この国の真ん中じゃによくもかかる、葬儀が計画されてるのさ、せめて折半にしてほしい、
願い虚しく税金使う人は中止求めずにはいられない。マジで国葬は億千万の体騒ぎ、悲しいくらいにファシスティックジャパン。国葬は億千万の体騒ぎ、お国のためだよファシスティック、ファシスティックジャパン、ジャパン。国葬はですね、お金を使うだけではありません。人々の内心の自由に踏み込むものです。人を痛む痛まないは個人個人が心の中で決めるものです。その国を挙げて、追悼を支えようと挑戦してくるのは非常に民主主義に反します。民主主義を守るために国葬、そのために民主主義を破壊してどうするんでしょうか。みんなで国葬に反対しましょう。賛否両論、意見が火花を散らすよ。それを無理やり一つにさせる国家行事、追悼で個人の心の中まで踏み込まれたら厳しいよ。一人密かに募らせた今は亡き人への疑問、抑えられちゃむしろもっと溢れ出す。ここに国葬は億千万の体騒ぎ、悲しいくらいにファシスティックジャパン。国葬は億千万の体騒ぎ、お国のためだよファシスティック、ファシスティックジャパン、ジャパン。億千万、億千万、国葬に反対しましょう皆さん。六千万、六千万、国葬反対しましょう。ありがとうございます。私たちは、国葬に反対だということで今集まってこちらで国葬反対をアピールしております。じゃあ次のスピーチの方お願いします。さっきね、中学生もいらしててね、いらしててって通りかかった中学生が自分たちも反対だと言ってましたね。こうやってね、やっぱお願いします。立川駅北口ご通行中、皆さんこんにちは。今日は国葬に、安倍元総理の国葬に反対するというアピールのために集まっています。皆さんどうですか。大体今半分ぐらいの方が国葬をやらない方がいいんじゃないか、まあ、調査によっては過半数を超えてですね、国葬反対の声が広がってるなんてニュースでも新聞でもやっていますけれども、いやしかし実際半分の人が反対してるお葬式なんてこれやる意味あるんですかね。普通に考えてめったにない現代なんですよね。めったにないと思うんですよね、半分の人に反対されるお葬式っていうのは。でこれはまあ安倍総理のことを、まあ、好きとか嫌いとかっていうのももちろんありますけども、まあ、それを超えてですね、国がみんなから集めた税金使ってお葬式やるっていうのはちょっといくらなんでも考え方がこれおかしいんじゃないですかというように思ってる人がたくさんいるんじゃないかっていうことだと思います。もう今新聞、安倍のことが大好きだった読売新聞とか産経新聞の世論調査でも過半数の人が国葬に反対しています。そういう意味では、まあ、非常に健全なんじゃないかなというふうに思います。
ああやって、元総理大臣が鉄砲で撃たれて殺されて、それで一気に政府が人気取りのために国を挙げて葬式やろうぜっていうふうに言ってきてる。でもそれにみんな踊らされないでですね、やっぱりこれおかしいんじゃないかって言ってる人が半分もいるっていうのは本当にこれ健全なんじゃないかなと思います。で、今私たち考えなきゃいけないのは、もうなんで国葬やるんだ、なんで国葬反対なんだとか、どうしてやめた方がいいんだとか、そういうことだけじゃなくて、これもうどうやったら本当にやめられるのかってことだと思うんですよね。で、今日9月10日ですか、あと、国葬が9月27日ですから、あと17日2週間ちょっとなわけですけども、これ本当に1回決まっちゃったらやめられないって、これ本当なんですかね。これやめられるんじゃないですかね。というのも今日本政府が何言ってるかって、どうして国葬もやめられないのか、こんだけ反対してる人がいっぱいいるのにどうしてやめられないのかって言ったら、海外のお客さんが日本に、線香を上げに来る、予定も組んじゃってるんですよと。世界から偉い人が来る予定組んじゃってるから、もう今更、統一教会の問題とかいろいろ出てきたから国葬やるわけにはいきませんよって、やめますよっていうふうには言えないんですよ。この前岸田首相も言ってました。岸田首相もあのテレビでなんか、国会のなんか審議みたいなやつをやっていて、それで彼が何を言ってたかというと、まあ、海外から弔意を表すために訪れる、来てくれる人を受け止めるためには国葬しかないんですよ、こんなことを何回も何回も繰り返しました。でもこれ本当なんですかね。本当にやめられないのか、ちょっとそのことは大いに疑問があります。でもちょっと調べてみたんですけど、まあ、この間ですね、コロナがあって、実は世界的な会議とか国際的な集まりって何回も何回も直前で中止になってるんですよ。国連の集まりもあり、中止になったのもあります。サミットが中止になったのもある。オンラインでやるっていうのもあったし、オンラインもやらないでまた来年にしましょうよっていう集まり、これめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。直前になってそういうことになってる、ものもある。いいですか、安倍総理の国葬2億とか10何億とかすげえお金かかるって言ってますし、実際かかるんですけど、でもこれやめられる行事だと思いますよ。たかだか10何億の行事やめるのってできるはずです。だから、あと、しかもやめてもこれ誰も困らないね。やめたことで仕事がなくなっちゃったりする人とか、やめたことですごい損失を被る人とか、これ基本的にいない行事ですよ。だから今からだってこれやめられますよ。私たちが諦めないで国葬、これも一回決まっちゃってるんだから、どんだけ反対しても無駄なんでしょ、そんな風に思わないで、もう最後の最後まで、もうこれ直前までですね、これこんな半分の人が反対してる葬式なんてやるべきじゃないよと、もう勝手に自分ちでの葬式だけにしてくださいよというのをこう何度も何度も言っていくってことですね。これ本当にもしかしたら国葬潰れるかもしれないし、潰せるかもしれないし、それでも無理強いしたら岸田政権倒れるかもしれないし、まあ、それぐらいの声を上げていくってことが今大事なんじゃないか。国葬に反対の気持ちとか理由を、国葬についてどう思いますかとか考えるとか、そういうこともありますけど、もし今反対だったらマジでこうどうしたらこれやめさせられるんだろうってことも、やめても大丈夫なんじゃねえかってこともちゃんと考えるべきなんじゃないかと、最近思います。ぜひ皆さんも国葬反対お気持ちある方いらっしゃいましたら、今日はこっちもいっぱいいますんで、いろいろなんかグッズもありますんで、持って5分でも10分でも一緒にやりましょう。どうも、ありがとうございます。本当にね、今も、歩いていらっしゃる方から応援の言葉とかお話ししたりとか、手を振ってもらったりとか、あとね、地元の中学生から、自分たちも反対なんだけどどうして反対かもうちょっと教えてくださいとか、そういった反応があります。今通っていらっしゃる方の中でも、安倍のね、この国葬、いや、いかがなものか、賛成はしてないよ、反対したいんだけど、もう決まっちゃったのかななんて思ってる人いるんじゃないでしょうか。まだまだ止められると思います。安倍の国葬をどうやって止めるか、やっぱりそれはね、みんながそのまんまずるずるとやらせない、決まっちゃったからしょうがない受け入れようかじゃなくって、やっぱり反対だよね、そんな税金の使い道嫌だよねとか、そういった声をまず家の中とかね、職場とかね、という町でもいいと思うんですけど、ちょっとやっぱり考えた上で少し発言してもらえたらいいんじゃないかななんて思います。はい、ちょっと氷いってみますか。何言う、
プラカードみたいな。じゃあみんなね、プラカード見ながら言ってみます。安倍の国葬反対、安倍の国葬反対、国葬反対、国葬反対、国葬によるこの安倍らしき世界延命反対、国葬によるこの安倍らしき世界の延命反対、国葬反対、国葬反対、安倍元首相の国葬反対、安倍元首相の国葬反対、国葬に反対します、国葬に反対します、気持ちが同じ、国葬に反対しようと、国葬に反対だなと思っている方、一緒に反対していきましょう。はい、こちらでシール投票、安倍元首相の国葬、賛成します、もしくは反対します、今現在、賛成しますはゼロ。なんてどうでしょう、お話聞いててくれませんか、お子さんも。やっぱ自分たちの、ね、ことじゃないですか、今のね、この安倍の国葬を受け入れるかどうか、ここでそのまんまもう決まっちゃってるんだからしょうがないねって言って認めちゃうっていうのは、で誰か言ってました、昔のね戦争もう始まっちゃったんだからもう戦争しょうがないよねなんて言ってるのと変わらないんじゃないかと。やっぱり国葬おかしいなと思ったら反対の意思表示どうぞやってくださいませんか。今現在シール投票、賛成しますゼロです、反対します伸びています、シール投票参加お願いします。あ、こちらにも国葬反対 77%、 9月10日ヤフーみんなの意見、国葬反対 77%、 で先ほどの方も言ってたけど半分以上の人が反対している葬式聞いたことないよと、そんな状況でなぜやるのと、であの2億5000万が160なわけ、そんなお金をね税金使ってほしくないです。じゃあお話お願いします。立川を利用の皆さんこんばんは。立川にお住まいの方、もし時間があったら一緒に考えて、そして反対の方は一緒に声を上げてください。私は国葬に反対です。国葬も弔意の強制も民主主義に反します。国葬は1947年に法律としてありません、失効しています。こういう失効した国葬をもし行うなら国会で十分な審議をする、それが民主主義です。閣議決定は一部の、それこそ政権の内閣が権力で決めています。そういう決め方は間違っていると思います。昨日ですか、あの幹事官だけ説明責任ということで岸田さんが話しています。行政権という言葉を使っています。行政権、内閣にある行政権、それで何もかも決まるとしたら皆さん逆に怖くありませんか。もし間違えてたらどうしますか。違う方、みんなと違う方向に行ったら困りますし、間違った判断を進められたら困る。それを止めるために三権分立があります。国会、司法、それぞれの立場がお互いを縛る、それが三権分立です。それを守らないで閣議決定を進めるのは本当に民主主義に反すると思います。
葬のすること必ず失敗や間違いがあります。それを正すために時間をかけて審議する。3時間で終わらせないでほしい。もっと十分な審議をしてほしい。統一教会のこともそう。そして本当にこの国葬、民主主義にふさわしくない方法の国葬、反対する人が多い国葬、閣議決定だからといって外国から有名あの国賓の人たちが来るからといって強行に進めることに本当に反対します。一人の人が亡くなるそのことに対しての思い、弔意は一人一人の内心に関わっています。国が決めるものじゃありません。そしてその国が決めたからといって私たちの税金を、莫大な税金を勝手に使うなと本当に怒ります。3年前からのコロナでどれだけの人たちが苦しんで立ち直れずにいるか、中小企業の人、派遣の人、パートの人、母子家庭、父子家庭、障害を持っている人たち、学校に行きたくても行けない、アルバイトを優先しないと学業に就けない人たち、どれだけの人たちが今苦しんでいるか、税金の使い方間違えていると強く強く訴えます。それだけのお金があったらどれだけの人が助かるか、それだって不十分だと思います。年々ひどくなる自然災害で各地域が本当に災害、洪水やら土砂が崩れたりして家が壊れ、そして命も脅かされているときに、安倍総理という一時代のそれも間違った政治を私はしている人だと思っています。その政治家のために莫大な税金使ってほしくないと心から声にします。内心を脅かす弔意の強制、そして国葬に反対します。立川国葬の皆さん、私たちは、今月に予定されているあの元安倍首相の、国葬に反対する、気持ちを表明するためにここに集まって、アピールしています。安倍首相、総理大臣、いろんな問題抱えて、支持率が低下して辞めてから、何年か経ちますけど、まあ辞めてからもちらちらニュースでね出てきてなんか存在感をアピールしてましたけど、まあ言ってることといえば防衛費を、上げろとか、そういう本当に庶民の暮らしと全くかけ離れたことばっかりで、まあそれは、まあ暗殺されて、でまあこういう話がいきなり立ち上がったわけですけど、まあ本当にこんだけ何を私たちは喜んでこんな国葬をやりたいのか全く分かりませんよね。本当に何であるのか分かんないままこういうことが勝手に決まって何十億っていうお金が使われると。でこの間、岸田首相は、こんだけ反対の意見ある中でじゃあ国民説得すると言って国会議事堂で国葬をやる理由何言ったかと、
言うと、まあ、なんだ、在職期間、仕事して在職期間が長かった、あ、それと、なんだ、海外からの要人が、弔意を、安倍首相にね、弔意を示したいと言ってるから、国葬が必要なんだと言ってますけど、いや、言ってましたね。まあ、まあ、考えられるとしたら、まあ、その本当にね、海外からの何か、あの、安倍総理、ありがとうという気持ちがあると、そういうことなんだろうと、あるとしたら思いますけど、その実態ってどういうものになってるんですかね。まあ、確かに安倍は、まあ、ニュース、あ、首相の時ね、ニュースに出たら海外に行って、この国に何千億と投資しますと、そういうね、ことをやってきましたよ。そういうことは、まあ、まあ結局ね、そういうお金を海外にやったり、そういう援助したり、そういうことってなんでね、この国で許されてるかっていうと、それは結局お金あげても貸しても日本企業にね、海外進出で金儲けするっていうことがくっついてるから、結局ね、それで日本国内も文句言わないまま、それがまかり通ってる。で、結局儲けるのは日本の大企業だけなんだけど、でそれでなんでそうやって海外の要人が、あの、弔意を表すかっていうと、そういう、まあ、経済的に恵まれた国は、そうやってね、海外の日本からの企業が来て、そうやって日本の国が、日本の企業を設けてやっても、そうやってその、そういう先進国の国の政治家たちに賄賂としてね、渡ってるから。そういう政治家同士の本当に裏金のやり取りですよね。今オリンピックで、あの、明らかになってるような、そういう賄賂の、政治家同士の賄賂の仕組みは、大企業同士の儲けの仕組みがずっと安倍政権政治で積み重なってやってきたことですよ。本当にその一方で消費税増税、本当生活保護費下げる、こういう庶民の本当に懐に入るお金を切り詰めて、そうやって自分に寄ってくる、そういう自分をチヤホヤしてくれる、例えば支持してくれる経団連とか、そういう力のあるものだけにね、物同士でそうやって認め合って優遇し合ってるっていう事態ですよ。本当に国葬なんて、そういう大企業同士の金持ち同士のそういう儲ける仕組みをずっと続けたいっていう、あの、人たちの、まあ、もう続けていこうって、こういう庶民から絞ったお金で大企業、力のある者同士で儲けたいっていう、そういうね、本当に気持ちの表れなんですよ。そういう弔意ですから、本当に私たち一人一人は反対していきましょう。立川駅北口を歩いている皆さん、こんばんは。私たちは国葬に反対するということで反対していて、こちらで、スタンディングアピールさせてもらっています。皆さんは国葬に賛成ですか、反対ですか。シール投票をそこでやっているので、ぜひ、あの、シールで投票してください。国葬に賛成している人はいますか。反対の人。
対だと思っていたら何かしらちょっとアピールしてみませんか。国葬はもう止められないんじゃないかと思っていらっしゃる方、そんなことはないんじゃないでしょうか。きっとこれからでも国葬は中止にできる。みんなで国葬は嫌だと自分の気持ちを表しましょう。はい、じゃあ次お願いします。歌ですかね。はい、私たちは国葬をやめさせたいと、まあ、そういう思いでいます。今こちらにありますけども、ヤフーの調査やってて、今日の14時現在国葬反対みんなの意見 77% です。で、直近の世論調査でも安倍、菅、岸田、これは一体だと思います。それを支えている、読売産経が反対になっております。ということは皆さん本当に心の中では国葬反対だと思ってるんだと思います。だ、その声が大きくなればこれは廃止できると思います。皆さんよろしくお願いします。私はちょっと歌でパルディっぽい歌でちょっと国葬はいらないを歌います。はい、ちょっと待って、ちょっと、ちょっといいや。ございました。国葬はいらない、国葬は中止しろということで、今こちらで自分の思いを歌とか言葉とかプラカードでお伝えしています。国葬賛成ですか、反対ですか、シール投票もやっていますよ。こちらで自分の国葬に対する意見聞かせてください。国葬に反対する理由っていろいろあると思うんですよ。やっぱりね、今回急にね閣議決定、そういうしっかりした説明もなく、しかも法的なことも整備されてない、法も無視、民意も無視ということで、そんな国葬をやられたら嫌だなと私は思っています。ちょっとここでね、なぜまたこの国葬に反対するか、安倍元首相ってそんなにみんなに感謝されるようなありがたいことしましたか。安倍さんにね、何かいいことしてもらったことありますか。もしね、どうしてもね葬式やりたいんだったら、自民党とかね、あといいじゃないですか、統一教会とか、そういうやりたい人がお金出してやったらいいんじゃないですか。なんで税金を払って2億5000万でも16億でも
警察のね、あの警備費とか入れるともっともっと膨れ上がるんじゃないかと言われている莫大な税金を使って、なぜ安倍元首相をあの追悼しなきゃいけないのか。ここでね、安倍元首相のやったこと、じゃじゃーん、集団的自衛権の行使容認、これいわゆる戦争法案ってやれてるやつですよね。あと特定秘密保護法、共謀罪、靖国参拝もまめに言ってました。この辺でね、あの憲法を改悪しようとするあの試みとすごくやっぱシンクロしてる、ものすごくこう憲法を変えて戦争のできる国にしようとしていたのがあの安倍晋三っていう人じゃないかと、この戦争への道に盲信した、そういったあの首相だったと思います。でね、あとね、あの森かけ桜、森友問題、武井学園、桜を見る会、この辺に追及が途中で終わっちゃったじゃないですか。でも嘘ばっかりだったんじゃないですか。でこれとかね、あとこれはほらお友達優遇みたいな、であと消費税は 5% だったところが 8% になり 10% になり、それで皆さんその税金、生活が楽になる実感ありますか。ありません。消費税上がったのに年金は下がる、保険料は上がる、私たちの生活、消費税上がっても使う、あのそういう福祉に使われたっていう実感がないです。でね、生活保護費はすごく削減した、そのくせ軍事費はアップ、相当上げましたよね。であと教育基本法を変えた、ね、こういった、あと東京オリンピックの誘致だって、あれお友達であるとかの優遇、今ね汚職がどんどんあの表されてますけど、オリンピックのだってもともとね、あの汚染水はアンダーコントロールされているなんて嘘から始まったじゃないですか。こういった嘘と隠蔽、税金の悪用、移民政策、安倍首相がやった、元首相がやったのはこういったことだと思います。歴代最長7年8ヶ月でね、あの最長だからあの葬式をしようなんて言うけど、歴代最長かつ歴代最悪の首相だったと思います。そうだ、安倍晋三は国葬に値しない。そうだ、私たちの税金を1円でも使うな。そうだ、私は国葬に反対します。皆さんも反対しましょう。国葬反対、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 みんなで国葬反対しましょう。お願いします。では次お願いします。私が安倍元首相の国葬に反対する理由はいくつかあります。まず一つは法律的な根拠が全然ないこと、それで勝手に閣議で決めてやっちゃっていいんだったらもう何でもありじゃないですか。で、大体閣議で勝手に決めるっていうやり方も安倍元首相が盛んにしたやり方ですよね。で、閣議で、解釈会見とかそういうのもやってるんですね。それがまず一つ。それからこのお金のかかりようです。で、最初2億5000万って言ってたのが、そんなのは嘘だろうと言われて、この間18億6000万に増えました。で、警備費が8億円、それから外国から来るお客の接遇費6億円、それから自衛隊の機動隊の車を借りるのに1000万、それで、だって言うんですけれども、この警備費だって一説によると警備費だけで35億という説もあって、大体あんな殺され方をしたわけですから、厳重な警備をしなきゃならないということになるだろうし、だけどお金かかるかなと思ったら、実は意外と外国からお客が来なくって、出席するという返事がなかなか集まらなかったりするようなので、そんなにかかんないかもしれない。まあやってみなきゃ分かんないわけだけれども、だけど政府が発表したこの16億5000万円に収まるなんて誰一人思ってないと思います。それで、それからもう一つは、あの安倍首相がやったこと、何をやったでしょうか。で、あの戦争法の時に安倍政治を許さないっていう
そういうプラカードがもう首相官邸の周りを埋めましたよね。それでそれはみんなね、あの安倍さんがやった政治は良くないと思ってたわけなんですよ。それだけで、それ全然問題残ったままで解決してないじゃないですか。そうだ。で、森本言いづらいか、森友学園、滝学園、それから桜を見る会、全部あれは安倍の個人的なお友達だったのがうまい汁にありつけるということの証明でしたよね。それで今回 の今次々に暴露されている統一教会の問題だって結局そうですよね。安倍 のお眼鏡にかなえば統一教会から、選挙の支援をもらえるという、そういうような本当に個人的な関係でやっている。でこの間死んだすぐ後に私的な葬儀がありましたよね。家族葬とか言ってるけど、あんなの家族葬じゃないですよね。それであの葬儀にも自衛隊の儀仗隊が出ている。あ、いいんですか、あんなことやって。そういう例は今までもあったらしいんだけども、だけどね、もう本当に公私混同は甚だしいと思います。でこの安倍政治の総仕上げが今度の国葬じゃないですか。でいっぱい問題を含んでて、そして日本の政治これだけダメにした安倍を国葬で見送るっていうのはもう本当に私たちの恥だと思います。で、安倍の政治っていうのは新自由主義って言われますけれども、結局みんな一人一人自分で頑張ってね、国はあんまり面倒見てあげられないけれども、各家庭で頑張ってね、自分で頑張ってねっていう風な政治だったから、みんないっぱい生活が不安になった。それで将来についても自分の老後がどうなるのかも不安だし、そういう不安な時ってつい強そうな人たちにくっつきたくなるんですよ。それで安倍のファンみたいな人がね、秋葉原辺にいっぱいいるみたいだけど、ああいう人たちは結局不安だから安倍にくっついていこうとしたんだと思うんです。本当にあれ安倍の被害者たちですよね、ああいう人たちは。でこんな日本にしてちゃいけないと私たち思います。だからこの安倍の国葬を許しちゃいけないと思うんです。で本当に今もしかしたら岸田はね、なんかうまい やめ方があるかなとかちょっと考え始めてるかもしれない。なんかコロナの被害がこれ以上拡散しないようにやめましょうとか、なんかうまい口実を考えて、何しろやめてほしいです。でこんなに日本にはお金余ってないですよ。で生活に困ってる人がいっぱいいて、やらなきゃいけないことたくさんあって、税金の使い道はもう山ほどあるのに、なんでこんなことに何十億もお金を使うのか。本当に今結構政府も世論調査の結果を気にしてると思います。今なんかシール投票の周りに人が群がってますけれども、ぜひ皆さん国葬反対っていう声を上げてください。どうやって上げたらいいか、まずね、家族とかお友達とか周りの人に国葬やだよねっていうのをまずちょっと声を上げてほしいです。頑張りましょう。すいません、私も、国葬の反対の意思を持っているものなので、今日の、この、凱旋活動に、参加させていただいたものです。ちょっと僕の場合ですね、正直、安倍総理のことはですね、好きじゃないというか、好きじゃないって嫌いなんですけど、何ですか、なんで嫌いかって言ったのはですね、何て言うんでしょうか、国民も欺いて、しっかりとした、志を持って、仕事をしていた官僚もですね、自殺に怒んだりとかして、そのことも、ちゃんと認めないで、謝罪もしないで、そしてですね、何より、なんかアベノミクスは何だとかとかって言いながらですね、全然一向にその私たち庶民のですね、生活、実態経済はですね、何一つ良くない、良くならないどころか、悪くなる一方、でした。そのこんなもいろいろあってですね、もちろんちょっと僕の場合ですね、もちろん安倍さんに限らずですね、
正直国葬というものが反対の気持ちを持っております。つい、昨日でしたか、なんかイギリスの方で、エリザベス女王さんですか、が、死去した、死んだという亡くなったというふうな、なんでしょう、ニュースも、ちょっと見たのですが、私としては、確かに他国のことなのですが、日本のことではないのですが、私個人的にはですね、エリザベス女王さんもですね、なんでしょうか、亡くなってはいるんですが、いろいろな、功績だとかももちろんあると思うのですが、それでもですね、正直国葬というか、そういったものはですね、必要ないと私は考えております。ですね、イギリスの方のですね、国葬だとかの、なんでしょう、お金の、物件のものとか、そういったことはちょっと詳しくは分からないですが、仮にですね、これがですね、席が出ない、としてもですね、王室の私有財産というんですか、そういったところから出るにしてもですね、なんていうんでしょう、わざわざ、いろいろな、功績が仮にあったとしてもですよ、正直言ってですね、そんな、死んでから、わざわざそんな国葬だとかっていう大層なことに、お金を使うんであれば、庶民にですね、やっぱり庶民のために、直接ですね、もし よければですね、いつかの時、日本だけじゃないですよね、他の国々とかだったら、複数回やってますよね、一律給付金のような、現金で配るだとか、そういったことをした方がよっぽどいいんじゃないかなというふうに思ってですね、これ安倍さんもそうですけど、なんでしょう、国葬だとかそんなことはしないで、でしょう、もうお葬式も終わったことですし、というか、その葬式ですらも正直言って、彼の、給料の中でやってるのかどうか、いわゆる歳費ですか、議員としての、お給料の中でやってるのかどうか分かんないですけど、それだったら正直、もともとは、私たちの税金というか、税金というか、公金というかですね、ですから、我々、庶民のものでもあるわけですね。そんな、そういうものをですね、やっぱり、本来ならば、我々庶民ですかね、市民に、全市民にですね、全市民の、なんでしょうか、生活が、少しでも良くなるためにですね、努力し、また行動し、仕事をしていくため、仕事をしていくのが、本来の、お仕事のはずの方々ですから、正直言って、本当に家族葬というか、なんというか、本当それこそ本当に自費でね、もう官僚なんかそんなもんいらなくて、もう本当にもう全くなんていうんでしょう、なんだったらお墓もいらないぐらいな感じで、もうなんていうんですかね、もう本当に庶民のために尽くしますという形でですね、本当に1円も使っていいっていうのは、なかなかいかないですけど、ダビに伏したりだとか、燃やして、骨にしなくちゃいけなかったりとか、あるんで、そうですけど、正直、こんな国葬なんてね、してるね、リソースですね、こんなものがあるんだったらば、正直言ってですね、本当もう、何回もでですね、特別定額給付金ですか、ああいったことをやったりだとか、あと消費税を廃止したりだとか、もうやらなくちゃいけないことはですね、たくさんあると思うんですね。そういったことをですね、ちょっと言いたく、今日、ちょっと今、マイクを握らせてもらいました。私は、やっぱり、国葬は、反対の意思を持ち続けて、これからも、どこか他のデモとかにも参加しようと思っています。ぜひデモとか、そんな難しいものとかでは、別にないので、これも、一つの、デモの形なので、立ち止まっていうか、歩いて何か言ってるかの違いだけなんで、別に言わなくても別に、なんか言葉を発さなくても別にいいですし、ただ、立ってるだけでも、その意思表示に、なったりとかするので、皆さんもし よければ時間が、あればですね、参加してみるのも一つかなというふうに思います。どうも、いろいろと、ドブラブラ長く話してしまって申し訳ありませんでした。国葬は、反対します。よろしくお願いいたします。
どうでしょう。今そちらで、国葬反対に対して、私たちはアピールしてるんですけど、国葬に賛成の方も国葬に反対の方も意見を出してほしいということでシール投票やっております。現場の方今どんな状況でしょうか。シールははい報告します。国葬に賛成1名、国葬に、賛成と反対中間の人2名、反対します1杯です。反対はちょっと数えきれないぐらいでした。まあね、私たちがやってるからっていうのもあるかもしれない。でもね、それを差し引いても、はい、ヤフーみんなの意見9月10日16時現在国葬反対 77%、 こんな状況、まあこれもね、まあ、どれくらいか分かんないけど少なくとも5割以上は反対だというふうにいろんなところで報告されてるじゃないですか。この反対今どんどん増えてってると思うんですよ。そんなに民意を無視して無理やりとやる葬式ありえない、ね、税金を増して使うで民主主義のためにみたいなこと言ってるじゃないですか。民主主義ってなんだっていう時にみんなが嫌だって言ってるのに無理にやることではない、それは間違いないですよね。国葬賛成反対シール投票あちらでやっています。立川の皆さん自分の意見ちょっとシールで表してみてください。はい、あとどうでしょう、どなたか発言よろしくお願いします。僕が生きてきた中で安倍に助けられたことはない。安倍はビタミンを捨ててる、お仲間ひいきにするだけよ、盛りかけ桜嘘ばかり、憲法廃約戦争だ、平和を望む人たちよ、あんこの人呼ばわりしないでね、国葬潰せ、国葬潰せ、みんなで潰せ、税金使うな一円も、国葬潰せ、国葬潰せ、みんなの声の振動で国葬潰せ。はい、すいませんね、なんかね今日ね、こちら立川で私たち、まあ、市民の有志なんですよ、はい、ね、まあ ね、この中央線沿線に住んでる人が多いと思うんだけど、この辺でね、ちょっとね、国葬やってほしくない、あまりにもひどい、とんでもない、とんでもないよ、ほんと、これ黙ってられないなと。黙ってたらなんか OK しちゃうってことになるんじゃないですかね。え、ほんと、そんなのね、黙ってられないよ、ほんと、反対反対反対ね。そんな、ほんとにね、今皆さん、いや国葬ちょっとやだなって思ってらっしゃる方いたらね、ちょっとね、やだってやだって言ってみませんか。国葬が嫌な人、ああ、やだやだやだ、国葬やだ、国葬が嫌な人、ああ、やだやだ、国葬やだね、やだね、やだやだやだ、嫌だって言うだけでもちょっとすっきりするところがあるんですよね。で、同じような気持ち今日やっていて、手を振ってくださったりとか、カンパくれた人もいたんですよ。中学生、高校生、
私たちも国葬嫌だ、僕も嫌だって、ね、いた言ってくれた人がいて、いたすごいなんかね、やっぱ本当に嫌がってる人多いんだなっていう、嫌がってそうよ、手応え感じちゃいました。これ国葬中止にできるんじゃないでしょうか。ね、しちゃいましょう。国葬は中止。中止だ中止だ中止。国葬は中止。中止。国葬反対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 。中止だ中止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 。国葬反対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 。中止だ中止。中止だ中止。中止だ中止。中止。みんなで国葬を中止させましょう。国葬に反対します。安倍首相のやったこと一覧ちょっと読んでみます。安倍首相元首相のやったこと、集団的自衛権の行使を容認、特定秘密保護法、特定秘密保護許せないぞ、共謀罪許せないぞ、共謀罪許せないぞ、靖国参拝許せないぞ、靖国参拝許せないぞ、教育基本法改悪許せないぞ、何が美しい国だ、何が美しい国だ、憲法改悪戦争への道反対、盛りかけ桜嘘ばっかり、消費税アップやめてくれ、消費税アップやめてくれ、臨時費アップふざけるな、生活保護ダウン、本当にもう死んじゃうぞ死んじゃうぞ、殺す気か、殺す気か、東京オリンピック誘致してなかった、税金の悪用ふざけるな、嘘と隠蔽これからでも暴くぞ、移民政策ふざけるな、移民政策ふざけるな、歴代最長だけど歴代最悪の首相だった、安倍晋三は国葬に値しない、みんなで中止にさせよう、みんなで中止させよう、国葬は中止だ、国葬は中止だ、国葬反対。